先週に引き続き今週も YouTube やニコ生などのゲーム実況チャンネルで人気を集めているマルベリさんをお迎えしてゲーム実況の話後編をお送りします。まずは簡単なおさらいから。動画サイトを使って自分のプレイしているゲームの様子を紹介するのがゲーム実況者。登録者数を増やすことが目標で、原則として1日に1回動画をアップするのが暗黙のルール。ものすごくお金がもらえてると思われていますが、そんな人はごく一部。でも人気が出ると定期的な広告収入もできちゃう。ゲーム実況の話の後編をお送りします。前から気になってたんですけど、はい、ゲームを丸ごと使ってるじゃないですか動画に、はいはいはい、効果音とか画面とか、はい、音楽とか、それって著作権とかってどうなってるんですか。これ知り合いの弁護士さんに聞いたんで、私法律家の専門家じゃないと分かんないんですけど、うん、基本的には全部アウトらしいんですよ、うん、あそうですよね、はい、基本的には全部ブラックで、なんでこれがでも流行ってるプロモーションになるからっていうこと。そうなんですよね、企業さん側としては、まあ、メーカー側の、まあ、プロモーションの一環というか、ゲーム実況をやってもらうことで広告宣伝になるというふうに思って、まあ斡旋されているゲームメーカーさんもあったり、うん、まあ、そうじゃなくて一応規約は決めていて、法律的にはもちろん著作権はメーカー側にあるよと。ただそれを配信する際だったり、どっかに情報を出す際はこういったコピーライトを置いてくださいよとか、特定のサイト、例えば YouTube のみであれば OK ですよとかやってるところもあれば、逆にクリエイターさんの個人情報を登録させて申請させた状態でこういう動画を上げますとメーカーさんに一回申請を行って、でメーカー側がチェックしていいですよっていうので流すようなプログラムを組んでるところもありますね。だから要するにその著作権法上は確実にアウトだけれども、はい、まあ、訴える人がいないとまあそうですね、だけど、はい、それをやっぱりそのゲームのイメージを損ねるような使い方したら当然訴えられる、はい、そうですね、はい、マルベリさんは他の方の実況動画とか見ますか、はい、見ます。誰のやつを一番見るんですか。そうですね、あの仲良くさせていただいてるゲーム実況者さんとか、誰とか、まあ、それこそ私のチャンネルよりかなり規模感が大きくて、それでもよくしていただいてるサトチンさんという方がいたり、あとポコニャンさんっていう方がいたり、あとグッチさんっていう方がいて、この3名は非常に日本の中の YouTube のゲーム実況の中で有名な方たち で、はい、で私みたいな子供の相手に食事に連れて行っていただいたりとか、リアルであったりするんだ。そうなんですよね、不思議、オフ会って、いやオフ会というか、まあ、お仕事でご一緒させていただいた時とか、この間あったのは星ドラのヒカキンさんという YouTube の中で大きい、はい、チャンネルのところで星ドラの生放送があって、うん、そこで私が司会進行役で参加させていただいた時に、そのポコニャンさんとかサトチンさんとかヒカキンさんとかみんないらっしゃって、でその帰りグッチさんとポコニャンさんサトチンさんにお声掛けいただいてお食事連れていただいたりとか、なんかその感じって謎なんですけど、はい、ゲーム実況って文化がまだそんなないのに、はい、やっぱりそう先輩偉いみたいな感じになってるんですか。まあ先輩偉いっていう感覚はないんですけど、やっぱり自分先輩っていうより、はい、やっぱ数が多い人が勝ちみたいな、まああんまり大きい顔はできないかなっていう。なんかそんなにそういうのいるのかなと思って、年齢が上の方がまだ勝ちな気がするんだけど、まあ、いや数だろう、数が多いと偉い人、ね、いや上に逆に俺はそう思うよ、上にいる方たちは公平に見てくれて、下の人たちは敬ってるぐらいで、はい、じゃあ数が多い人は、はい、めっちゃ若かったりとかしてもすげえなってなります。ああいや私は多いからすごいなっていう感覚はないですね。まああのだからって言って年取ってるからすごいなともなんないでしょ。もうならないですからねなかなか難しいとこですけど、まあでもやっぱり人気、その方たちの人柄見てると、あ人気になるだけの理由はあるなっていうのが人柄から出てるっていうのが一番強いですね。ヒカキンさんとか来るとわすげーって感じがあるんですか。まあすごいとは思わないですけど、普通に見てて当たり前のことをずっと当たり前にこなせる人なんだなっていうのは思いますね。じゃあ誰が一番初めにやったんですか。これも難しいんですけど、ゲーム実況、ゲーム実況の定義が非常に難しいんですけど、これいつどこで誰が、これがまた難しいんですが、日本の一応歴史経歴を見て残ってるところであると、うん、あのまさに有野さん、あのゲームセンター CX という、うん、あの有野さんじゃないですか。有野課長ですが、一応履歴上は、まあ、一番古いとされていて、じゃあ有野さんもっとすごい偉人として褒められるような気がする。本来はねレジェンドになってんだよ。本来はそうなんですけど、けど、はい、なんかすごく気さくだから、私あのなんだろう、有野さんの番組、はい、最初に見て感動したのって、はい、あの共有できてる感と、ああそうですよね、あとどんなに
ありえない状況で何時間もやらされてもニコニコして機嫌悪くしないところに感動して普通もうやだとかなっちゃうところ、そこから広まったというか、じゃあやっぱそれゲーム実況のなんか基礎じゃん。そうなんですよ。だから今の概念としてね、現代のゲーム実況においては一番その時のあの放送の企画が近いと思うんですよ、私も見てもていうかそれですね。おそうか、ゲーム実況業界も先輩後輩の関係は大切。きっとマルベリさんもポコニャン先輩チースって挨拶しているんでしょうね。そして日本のゲーム実況の元祖は良い子の有野さん。これは納得の回答なのではないでしょうか。さてゲーム実況の話でお送りしてきたリミックス Z、 ゲーム実況がやりたくなっちゃった女優の叫びとともにこの後もお聞きください。一番ゲーム実況を作る上でのこだわりってどういうとこなんですか？そうですね、例えば攻略サイトを見て分かることであれば、うちのチャンネルでやらなくてよくて、実際に検証して実際にこうやって動いたらこうなるよみたいな、その検証の過程の部分って攻略サイトじゃ見れないじゃないですか、はい、そこを動画であるメリットを生かして、検証過程の部分も見えて結果やっぱこうだったよねっていうところ、あとはあらゆる面で公平であることというか、偏りのある方向性の動画っていうのは個人的に気分が良くないというか、ね、偏りって何？簡単に言っちゃうと個人的な偏見というか、偏って言う方が非常にこのゲーム実況というかオンラインプレイのゲームをしていく方たちの文化の中であって、でもどうしても例えばドラクエイレブン実況するなら、私ひたすらカミューにだけ種を与えてカミューだけをひいきしてカミューだけホイミしてみたいな感じ。いやそれはいいと思います、それは面白いと思うんで。そうすると同じカミ好きが見るからいいわけでしょ。まあそうですね、カミ好きここに集まれみたいな。いやそうですね、やりたいな、ちょっといくらでも喋れるだろうな、そんなの。それはもうなんか企画として多分成立しちゃうと思うんで、そういうのがいい。テンションの上がってきたら良さそうですね。そうですね、はいはい。そっか、じゃあ最後に今後マルベリさんがゲーム実況動画以外にやってみたいこと、チャレンジしてみたいことって何ですか？はい、あの相方と一緒にやって今いるので、まあそこからゲーム実況で基盤を作ってプロモーションできる、まあ土台みたいなのができたら、もう少しゲーム実況の分野からも離れて同じ目標にベクトルで向かってって、それが達成できた時の高揚感っていうのを共有できることができたら思ってるので。例えば何なんですか？クラウドファンディングみたいなこと。まあそこまで広がっても面白いかなと思いますし、例えばゼロからビジネス始めるのを、じゃあどんなビジネスをみんなで始めるっていう仮想会議みたいなのをして、そこから実際にそれがビジネスになるまでっていうのをストーリーで動画にしていっても面白いなと思いますし、基本的にはゲーム実況やりたいっていうのでスタートしてなかったり、人気になりたいっていうのでスタートしてないので、比較的広い意味でいろんなことが自分の中で可能性としてはあるなと思ってますね。例えばの質問なんですけど、最近芸能人とか問わず動画配信とかってやるじゃないですか、それって私みたいな人って、一応芸能の仕事させていただいてるんですけど、ゲーム実況やりたいなと思っても、やっぱダメなんですかね？怒られるのかな？多分マジに。その著作権がどうとか言われるのかな？いやどっから言わそうですよ。お前は事務所に怒られるよ。まあそうですね、事務所に怒られる。お前渡辺エンターテインメントに怒られる。勝手に動画配信する。何やってんだバカって。でもそれ曖昧じゃないですか。そのなんか芸能界なのか、ネットから出てきた系の人って今からゲーム配信やるよとかネット配信やるよとかの人が多いじゃないですか最近。そうですね、その垣根が曖昧になってきたからどうなのかなっていう、いや鍋プロは怒るよ。鍋プロもでもその YouTuber の人とか最近一緒にやってるんですよね。ああ、なんか契約して、なんか YouTuber として契約してやるけど、お前 YouTuber 私はダメなの？お前 YouTuber として契約してないだろお前。YouTuber しかやっちゃいけない。まあそれはだから、ね、事務所と相談するしかないですよね、もう。事務所がいいよって言ったらいい、そうだよ、いいとか悪いとか別に法律で決まってるわけじゃないからさ、それは契約の話だから。そうですね、じゃあやったらやったれって言ったらやっていいんですね。うんですね。やりたいやりたい。多分ファンの方は本当に喜ぶと思いますよ、ドラクエ関連で。行ってこいよ。でまたドラクエでやりたいし、トルネコの大冒険ってもう25年ぐらい前に出たゲーム、いまだにやってるんですけど、いやもう今でもゲーム実況の中でそれこそトルネコ一度も戻らないでアイテムそのままどこまで持っていけるかみたいな。ほらお前さ、お前はいいけどさ、マネージャーさんが怒られるそれ。そうなの？また社長の軽井沢に呼ばれちゃうよ。やだやだって言った、わかりました、うまいこと話をやってみて、憧れるな。ゲーム好きな人にとってはね、もう本当に一人じゃなくって話の分かるお兄さんがいっぱいいたんだっていうフロンティアですよね、そういろんな人がね参加できる
つのがやっぱいやそうですね一緒に盛り上がりますよね、うん、何の世界でもそうだ ね、 うね、あれが本当変わったなと思って、ね、俺らの時計の修理とかさ、ね、あんなのでもあるわけ、あそれでやっぱそれ知ってるっていうか要するにまあプロの人が教えてくれるわけで、はいはい、そこはこれだみたいな、はいはいはい、おーってなるんですね。いやすげえ時代になったなと思うよ。だから素人が修理できちゃうんだよ逆に言うと。そうですね、なんかすごく好きなこと価値観って人それぞれだけどそれを共有できるってハッピーですね、うん、ネットのいい使い方ってそこですよね、うん、そこだと思うよ。なんか誰かを文句言ったり叩くんじゃなくて、うん、なんか嬉しい好きなことを分かち合うっていう方向ですよね。うどうしたお前なんで急にいいこと言ったんじゃいいことじゃなくてあの本当にそれ本当じゃあいただきます。さあ2週にわたってお送りしてきましたゲーム実況の話、はい、いいですね五郎さん、いいですね、いい話にまとまってよかったよ。あと星ドラもログインしよう、うん、そうですね、ぜひ、はい、あの本当にドラクエファンというか星ドラファンの方も中川さんのなんか出てきたぞ今丸目さんがなんかでちょっと催促しちゃったみたいじゃないか、はい、いやいや忘れてたと思って、あのドラクエの30周年記念の関連であの今スライムクッキーやってるんですけど、これスライムサブレが丸目さん絡んでんのこれ、いや絡んでないんですけど、うん、このスライムサブレあのネットで買おうとしても売り切れで買えないんですよ、ドラクエほらゲーム実況は人柄だからいやいや、ゲーム好きの人に悪い人はいない間違いないですね思いましょう。さあマルベリさんのゲーム実況チャンネルはマルベリチャンネルで検索、またマルベリさんのツイッターアカウントはマルベリアット星ドラです、はい、ということで今回は隙間なゲストにゲーム実況チャンネルマルベリチャンネルのマルベリさんをお迎えしてゲーム実況の話でお送りしました。どうもありがとうございました。お邪魔いたしました。お呼びいただきありがとうございます。